ただいまより石狩市安心して高齢期を迎えるための市民講演会突撃じっちゃんとばばちゃんの認知症レポート、認知症の方と家族を支える活動紹介を開催いたします。今日のテーマが、認知症ということでございます。今日は皆さんと、楽しみながら勉強していきたいと思ってます。忘れても大丈夫、また覚えれば、楽しく一緒に覚えましょう。皆さん脳分かりますよね。脳、ただ脳って一概に言っても一つではなく、その部署部署、それぞれの働きがあります。大きく言うと海馬とか側頭葉と言われているのが、こう覚えたり記憶を保存する場所ですね。認知症になった場合、いろいろな原因で脳の細胞が壊れて、働きが悪くなったために起こる生活に支障が出てくる状態のことを言います。認知症に関しては今の第一の原因というのが老化なんですよ。このグラフ見ていただいても分かると思うんですが、85歳以上の4人に1人が認知症になると言われております。石狩市では現在 3.3 人1人が高齢者です。2025年、あと9年後ですね、には、2.8 人に1人が高齢者ということになります。で、高齢者の、増加に伴い、認知症の人の、数も増加していくんではないかと言われております。そうなった場合、どうでしょうね、認知症になったらもう施設に入らないとダメとか、東京の娘さんのところに同居しないとダメになってしまうというよりは、皆さん住み慣れた町で暮らしたいのではないかなと思います。僕もそうですね。ではその石狩市内に介護保険以外どんな、認知症の方を支える活動があるのかというのを劇団フォーカスによる上映でちょっと見てみたいなと思います。いやー、いい天気ですな。最近物忘れひどくてな、生活するのに不安でな。それで認知症になったら家でどんなことを支援してもらえるのかな。認知症や困ったことを相談できるところを知りたいのね。そうね、そうね。それなら地域包括支援センターで聞いてみたらいいんじゃないかしら。そうじゃな。じゃあ行ってみるかい。行くよ。はいよ。じっちゃん。はいよ。せーの。はい、こんにちは。おー、こんにちは。地域包括支援センターです。中へどうぞ。あー、どうもどうも。認知症になったらどんな支援を受けることができるかを知りたいんですね。それならまずミナカフェを紹介しましょう。ミナカフェ？来たわよ。一体どういうところかしらね。マスター、 Hey マスター、こんにちは。私がここのマスターの木本です。認知症の方やそのご家族様がリラックスしながら気軽に参加できる場所が認知症カフェです。だけど認知症があって一人で来れない人はどうしたらいいんじゃ。そういった場合は認知症フレンドシップクラブがあるんですよ。認知症フレンドシップクラブ？はい、認知症フレンドシップクラブの渡辺と言います。認知症フレンドシップクラブは認知症の人が安心して暮らせる街づくりを目指しています。養成講座を受講したフレンドシップサポーター、愛称サポ友が認知症の人を友人として支える市民ボランティアのことです。でも家から出たくないっていう人はどうすればいいかね。そんな方には家に来てくれるみーなーみーなというのがあるんですよ。みーなーみーな。そうですね。北原のじいさんまた一人でおりますな。誰じゃ。すまんすまんすまん、わしらじゃ。
こんにちは、北原さん。こんにちは。おう、どうもどうも。今日も来てくれたんじゃな。ありがとう。北原さんの好きな習字してみませんか？習字か。習字はいいな。墨の匂いがいいよな。北原さん、習字お上手ですもんね。またこれは。南田の続きです。私たちは認知症サポーター養成講座やステップアップ講座を受講した市民有志のボランティア団体です。ご自宅にお伺いして介護サービスやご家族の支援ではなかなか手が届かない認知症の方の見守りや趣味活動などを行っています。だけどちょっと気になることがあるのよね。あら、なーに？お金の管理ができなくなるって話も聞くけど、そういう人はどうしたらいいのかしら。青年貢献センター権利擁護専門医の細谷です。センターでは青年貢献制度や日常生活自立支援事業といった制度を利用する相談に乗っています。貢献人の仕事は市の市民貢献人養成講座を修了した市民の皆さんである貢献支援員さんたちと協力して行っています。実は貢献支援員さんたちは貢献支援サポーターズというボランティア団体も作って地域で広報啓発活動をしているんですが、制度がわかる替え歌も披露しているんです。石狩貢献サポーターズの皆さんをご紹介しますね。皆さん、石狩貢献サポーターズ、これからね、やっぱり同居の方ですとか身寄りのいない方っていうのがだん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 今実際に増えてきております。そういったサポーターの方々に、そういったことをちょっとお願いするっていうのも絶対必要になってくるサービスだと思いますので、感動いたしました。そういえば市役所で思い出したんだけど、この前の広報に行方が分からなくなった時のサービスがあるっていうことが書いてあったような気がしたわ。 SOS SOS。 あら、あかねさん、どうしたの？思い出したのよ、広報に載ってたの。SOS ネットワークっていうやつだわ。質問状。 SOS なんじゃらとはなんじゃ。はい、高齢者支援課の内川です。認知症や障害によって記憶力や判断力が低下すると、道を間違えて家に帰れなくなったり、自分がどこにいるかわからなくなってしまうことがあります。そのような方を地域ぐるみで速やかに発見・保護し、その後の生活を支えていくネットワークシステムです。高齢者や障害者の方がいなくなったことに気がついたら、すぐに最寄りの警察署に連絡してください。石狩市ではお年寄りの方が行方不明になった時にどこにいるのか居場所を検索できる発信機の貸し出しを行っているんですよ。あんたが発信機かい？いえ、違います。じゃあ発信機というのはどんなものなんじゃ？小型発信機見つけてくん。これあんたつけてる、これオレンジ色の、これなんなんだい？これですか？これは認知症サポーター養成講座を受けたらもらえるんですよ。認知症サポーター？一体どこにつけるサポーターですかの？ちょうど今日石狩松陽高校で認知症サポーター養成講座があるので、そこに行けば全てがわかるわよ。今度は認知症サポーター養成講座に向かうじっちゃん。あれ、菊池の姉さんとババちゃん、じっちゃんどうしたのかしら。お、
生徒さんがここで勉強しているのね。ね、20世紀最後の年に生まれて、これから21世紀。これで終わりますが、何か質問ありますか？はい。はい。はい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 。はい、ちょっと。それでは、質問状。認知症サポーター養成講座とは何じゃ？はい、認知症キャラバンメイトの新川です。認知症サポーター養成講座を受講すると認知症サポーターになることができます。認知症サポーターとは、認知症の方やその家族を地域の方に見守っていただくため、認知症について正しく理解してもらおうという取り組みです。認知症の方とその家族の応援者です。このオレンジリングがその印です。高校生も認知症について勉強してるんじゃの。はい。石狩翔陽高校では介護や福祉、健康について学べる授業がたくさんあります。たくさんのことを勉強して地域を支える力になってほしいと思って、この講座をお願いしました。私たちも地域で支えます。そうですな、感動しましたな。この感動を誰かに伝えたいですな。じっちゃん、伝えたい人っていうのは市長のことかい？そうなんじゃよ、緊張するの。今日はお忙しいところよろしくお願いします。よろしくお願いします。ようこそいらっしゃいました。まあどうぞ座ってください。要は認知症になったらさてどうするか、お互い様だという気持ちでこれを守っていく、そういう仕組みが必要だと思いますよ。市はぜひそういう方にみんなと一緒になってまちづくりを作っていきたいというふうに思ってます。今日はどうもありがとうございました。どうもありがとうございました。元気でね。はい。認知症になっても、自分らしく安心して、当たり前の生活ができる町石狩を目指して私たちこれからも活動していきたいなと思っております。皆さんのお力もぜひ必要になってくると思いますので、ぜひご協力いただければと思います。介護に市内の地域包括支援センターをご紹介します。石狩市南地域包括支援センターです。南の地域にお住まいの方は私どもの方に何かありましたらご相談いただきたいと思います。今日はどうもありがとうございました。